きチャンネル。みなさん、こんばんは。一気千尋でーす。今日は小声でスタートしてみました。なんかささやき声でばっかり喋っていたので、ASMR で小声で喋るのになんか慣れないですね。はい、でもなんか小声で喋ってる声が聞きたいですっていうリクエストもいただいていたので、ちょっと小声でおしゃべりしてみました。いかがでしょうか。今日はですね、久々にこのペタペタ耳をマッサージする音を撮っていきたいなと思っています。ちょっと雑めにやっていこうかな。それではしばらくの時間お付き合いください。それではスタート。マッサージの動画も撮ったんですけど、やっぱこの何もついてなくてペタペタする音もいいですよね。3月なのにさ、意外と寒い日多いよね。分厚い羽毛布団から薄めの毛布に変えたんですよ。起きた時に汗だくになって起きることが多くて、だから毛布薄くした途端にまた寒くなってきてひどいの思ってね、なんかまた毛布分厚く戻しました。せっかく薄くしたのに、いつ暖かくなるんだろう。
さんは寒暖差に負けてないですか？元気？よく眠れてますか？眠れない人はちゃんとスマホの今聞いてくれてる動画の画面をちゃんとマックスまで暗くして目を開けてても閉じてても大丈夫なので、ゆっくり吸ったり吐いたりして深呼吸を繰り返してみてください。そうするとね、どんどんリラックスして眠くなってくるので、試してみてください。無意識に体に力が入ってる時もあるので、足首から順番に一回ギュッて力を入れてフッて抜くと、うまく力が抜けるので、それもよかったら試してみてください。体の真ん中から遠いところから試すといいですよ。足首にギュッと力を入れて力を抜いて、次は手首、手首にギュッと力を入れて、手をギュッと握ってもいいよね。それでふっと力を抜いて、次が肩、肩もぐっと力を入れてふっと抜いて、次は頭頭だった気がするけど、たまにギュッて力入れるってどうやるんだろう結構ね、試すんですよ。なんとなく力が抜けたら、そのまままた深呼吸をしてみてね。3月ってさ、年度末だし、学生さんはもう春休みなのかな。宿題とかもあるよね。でも本当にね、突然世の中がというか世界が変わってしまった中で、よくね1年頑張ったなと思います。最初からね、学校に全然行けなくて、同級生の顔も全然ね、なんか見れないみたいな状況の中、大学に通ったり高校に通ったりしてたと思うので、めっちゃ大変だったと思うんだよね。本当に1年よく頑張りました。偉いです。頑張ったね。社会人の皆さんもね、リモートワーク、お家はリラックスする場所だったと思うんですけど、お家でね、なんか慣れない環境の中お仕事して、家庭と仕事の両立をしたり、なんかいろいろ変化があったんじゃないかなと思うので、ちゃんとこのね、今年度というかこの1年の自分をたくさん褒めてあげてください。よく頑張ったね、偉いよ
体の力を抜いて、リラックス、リラックス、深呼吸して、吸って、吐いて、もう一回、吸って、吐いて、最後にもう一回深呼吸しよう。しまーい。今日はゆっくり休んでね。頑張った自分のこともたくさんたくさん褒めてあげてください。それではおやすみ。ここまで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。